群馬県沼田市を拠点に地域ゆかりの武将や姫により結成された沼田市観光協会公式の戦国武将隊です。上州真田家の居城であった沼田城址公園をはじめ県内外各地に出陣演舞やおもてなしなどを通じて地域の PR 活動を行っています。目にも見よ、皆の者、名乗りを上げよ。はっ。伊賀より磨く新忍術は、姫様のもとへ振るうのみ。くのいち、はっ。真田信行公家臣、鈴木右近忠重にございます。
第14代当主万里支店の再来沼田平八郎を掲揚し信行幸村の父にして卑怯で卑怯の謀略家真田あの甲斐正行にある我ら上州真田武将隊足から右しか聞こえなかったぞ大丈夫かな前聞こえましたか皆さん良いか何だこの状態は、まあ、皆様沼田平八郎を鍵押しだけ知っていただければまず問題ございませんので今なんかちょっと会場の反応結構薄かったぞ沼田平八郎鍵押しまだ始めましたので戸惑いもあるかと思いますなるほどなるほど、はいはい、じゃあまずは我ら上州真田武将隊のことをご存知という方あの拍手で ありがとうございます結構していただいてよかったよかったちらほらとしか聞こえなかったらどうしようかと思ったんですけれども本当ありがとうございますありがとうございますではまだねご存知ではない方がいらっしゃるということでまず改めて我らのことを説明なんぞはいでは改めまして我ら上州真田武将隊と申します上州と申しますれば群馬県でございますね群馬県の北部の沼田市というところから参りました沼田市というのは上州真田家とゆかりのある土地なんですけれども初代の真田家初代当主であった真田信行様がはじめですね、5代続いたんですよね5代続いて91年間の間沼田の地を治めておりましたそしてその真田家よりも前の時代ですねその前の時代に沼田を治めておったのが沼田家の方々でございますはい、私はでございますはい、そんな沼田家、そして真田家かつてはですね、敵対しておったんですけれども現世においては手を結んでより利根沼田を盛り上げてまいろうということでこのようなおもてなし活動をしておりまする何卒お見知りおきのほどよろしくお願いいたしまするよろしくお願いいたしまするまあ、上州真田武将隊であるから、まあ、真田が主人公では致し方あるまいがそうだな、まあ、しかし、真田の前には、沼田家わし沼田平八郎景義が最後の代で、14代続いた334年続いた沼田の歴史がございますなので真田家よりも沼田家の方を知っていただくと、より沼田の知識がはかどるかと、わしはそのように感じておりますが、皆さんそんな顔ではないですね皆さんまあ、影吉が言う通りですね、あの沼田氏のこともね、知っていただくと、真田がどれだけ優秀なのかっていうのがより、分かるかと思いますので、ぜひ、ね、影吉のことをしっかりと勉強していただいて、はい、本日ね、本日からゆっくりと入っていっていただければ。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちなみに、ここ、岩月と真田のつながりについて、なんか、初が、いろいろと調べてきたということでな。この久野市の初が、そうじゃ。うん、何でも知ってることであろう。そうじゃの、何でも知ってるからの。何でもではございませんけどもね、もう現地に来てからはですね、この岩月という地は私初めて参ったんですけれども、真田家とゆかりがあるそうでございまして、なるほど。はい、真田家、あの大阪の陣っていうのがありましたよね。うん、大阪の陣より後になるんですが、真田家大阪の陣に出た後、分家であるママダという家が、この岩月の地にはすごく名字が多いそうなんですが、まあ、というのはあの真田の真と一緒か、まあ、はい、そうなんです。真田の真、真実の真に田んぼの田の間にですね、あの繰り返しの、ま、うん、マイクというんですかあれが入ってますよね。それでマーマーだと読むそうなんですが、そのせいの方がやはり真田の流れがありまして、うん、大阪の陣の後にこの岩月の地に土着して、うん、この田んぼを築いたんだそうです。はい、うん、小笠神殿という土地がございますね。そこで田んぼを作ってですね、現世にも残っておるということで、真田にもゆかりのある場所でございました。あ、なるほど、はい、じゃあ真田と、岩月はゆかりがあるということで、ありがとうございます。沼田はないのか。沼田はどうなんですか。どうなんですかでも大田助政子、はい、やはりね、500年祭でございますから。そうじゃの、はい、大田助政子はかつてですね、あの
影吉様がいらっしゃった太田金山という城があるんですけれども、そうじゃ沼田城を奪還しようとしたわしなんじゃが、はい、その前にな、そこを居城としておったわけじゃ。そうなんです、うん、その地に実は居候としていた時代もあったんですね。太田助政公が、そうなんです、そうなんです、わしの先輩でございます。そういうことですね、影吉様よりももっと前の時代にその場所におったという、うん、わしが471歳であるから29歳先輩ということでだが、そうですね、そう考えると身近に思えてくるの。そうですね、うん、そして正吉様ももしかしたら、まあ、わしからすると25歳先輩に当たる、まあ、先輩の話はもういいじゃん。で、太田助政公とはですね、まあ、直接的なつながりということではですね、あまりこう歴史上はですね、ありませんけれども、助政公が織田信長様にこのお仕えしてた時に滝川一馬殿にいろいろなこうお話をですねされていたということがあります。で、実はですね、その頃わしはこの一馬殿の与力大名として、活躍しておりまして、特に円珠、向こうにおります円珠がですね、一馬殿の歌の先生としておりましたので、もしかすると助政殿とはお会いしてるかもしれないということがあります。いやー、してないな、多分な、分からんぞ、うん、この壁向こうには、あ、助政公おるのかなみたいな、あ、そんな身近な距離でな。意外とそういう距離があるかもしれないぞ、うんうん、まあそういうことで、わしらの説明も終わったところでございます。そうじゃの、はい、じゃあ次の演舞に参りたいと思います、うん、で、わしらはとしては直接的なですね、つながりはなかったかもしれませんけれども、やはり戦国の世ではございますので、忍者衆がもしかするとつながりがあったのではないかということで、忍びの、はい、うん、次の演舞は忍びの3人によります演舞、なんちゃったかの、なばりの陣。よく知らないじゃないか。ちゃんとな、これわしもちゃんと出る前に教えてもらったからの、最後か、はい、どう、これより準備に入りますのでですね、よし、よいか。じゃあ準備はできたかの、大丈夫かの。それでは皆様、これより参ります。忍者衆3人によります名張の陣、とくとご承諾あれ。演舞いかがでしたでしょうか。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。拍手を強要したような形になりましたけど、まあまず間違いなく強要はしてまいりましょうぞ。そうだな、はい、さてこのようなな、わしら、上州沼田から参りまして、
とてもアットホームな雰囲気でやっております。やっておりますので、ぜひ、沼田城址公園でも、はい、わしら演舞などをご披露させていただいたりとか、あとはおもてなしもさせていただく、まあ、このちょっとご時世ですから、まあ、できないこともありますけれども、うん、させていただいておりますので、はい、もしよろしければ沼田城址公園にも遊びに来ていただければ、好事に存じます。よろしくお願いいたします。それからおもてなし以外にもですね、あの我らのいろんな活動をやっております。あのツイキャスの配信だとかラジオとかもやっておりますので、ぜひ皆様お聞きいただければと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、なんかラジオの件で話すことあるか、特にないか。はい、ございませんないのか。一押し、一押し、お、一押しって言わなかったか。前が流れが強いから。ちょちょちょ、前にちょっともっとなんかいろいろ話をして、はい、まあ、こんな感じですね。結構グダグダでやっております。はい、はい、毎度のことでございます。はじめましての方申し訳ございません。はい、温かい目で見ていただけるとすごいありがたいですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速、という中、もう最後の演舞となりますかね。次で最後の演舞となります。最後の演舞、何をやるんじゃ。最後の演舞は、そよ風と申します。そよ風、はい、扇と刀を使った美しい振りでございます。うん、あ、そうじゃな。こちらは、歌をこちらのお初が歌っておりますので、はい、そちらの歌にも注目して聴いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では準備を整えてまいりましょう。うん、皆様、誠にありがとうございました。
まさにね、鮮やかなステージだったと思います。もう一度長州真田武将隊様に拍手をお願いいたします。長州真田武将隊でございました。誠にありがとうございました。ありがとうございました。大臣